ユーリー・レベデフは、ロシアのモスクワ出身のアイスホッケー選手。左利きでポジションは、ライトウィング。アイスホッケーソビエト連邦を代表として、レークプラシットオリンピックで、銀メダルを獲得している。ソビエト連邦国内リーグでは1969年から1985年までの間、クレリア・ソベトフ、チスカ・モスクワで473試合に、出場。 181得点を挙げている。ソ連代表には1972年9月6日のカナダ戦でデビューして127試合で25得点を挙げた。この間、アイスホッケー世界選手権には1973年、1974年、1975年、1978年、1979年、1981年に出場。 1976年のカナダカップに出場。1980年のレイクプラッシュットオリンピックでは銀メダルを獲得している。1981年4月22日の試合を最後にソ連代表を退き、1982、83シーズンはドイツのハンブルガーエース V でプレーした。ビャチェスラフ・アニシン。 アレクサンドル・ボズノフトラインを組んで1974年には、それまで好成績を上げていなかった PH、PHC クリリア・ソベトフの優勝に大きく貢献した。彼のスケーティングはチームメイトに比べてスピードはなかったが、闘争心とスティックさばきでラインをリードした。ありがとうございます。